ねえマジで。うわ。アイジェロキまあベテランと言われるやつらと、やるのは味があって面白いけどな、きったねえな。田口は何をしでかすかわからねえのが怖えが、そういうのも、ある意味いいスリルを味わしてくれる。ロッキーは確か俺よりキャリアが上だし、最近は 3K の専任マネージャーしてるみたいだったけど、どうなのかな。え、やっぱりお前も第一線でギラギラしたくなったかな。それはそれで大歓迎だ。なんかわかんねえけど、すげえノリで盛り上がってる二人だけど、俺たちの牙城はそう簡単に崩れねえぞ。